v c 2 5 v c 2 5エフォス、1 v c 2 5は、ボーイング747から200バイトをもとに一部、設計変更して新造された、アメリカ合衆国大統領の専用機。正式な相性はないが、通称、空飛ぶホワイトハウスや、エアフォースワンと呼ばれる。ボーイングでの機種名は、747通じ4バイトとなる。 VC-137VC-25 は以前使用されていた大統領専用機 VC-137 の後継機として1986年に完成、1987年に初飛行したが各爆発によって発生する電磁パルス対策の追加使用変更によって納期が遅れ、1990年に引き渡された。初めて使用した大統領は ジョージ H w ・ H.W. ブッシュである。この機はメリーランド州アンドルーズ空軍基地に駐屯するアメリカ空軍第89空輸航空団の所属であり、パイロットをはじめとする搭乗員は軍医も含め基本的にすべてアメリカ空軍の軍人である。2機ペアでビタミ空港に飛来した大統領搭乗機ベース機体が旅客機として世界的なベストセラーのボーイング747で あるため、世界中の主要空港で、整備や部品調達が可能で、毎日のように整備、点検が行われる。たとえ年に1回も登場しなかった場合でも、154日に一度は、徹底的な整備、検査を行う。VC-25 は2機存在し、それぞれの機体記号は82から8000、92から9000である。82から8000が、 大統領の搭乗機として優先的に使用され、92から9000は82から8000が整備中の際の予備機、または副大統領や閣僚の搭乗機として使用される。大統領と副大統領が別の機体に乗るのは、もし一気に墜落などのトラブルが起こった場合でも、国家の運営に影響が出ないようにするためである。海外訪問時は、搭乗機を特定されないように、 またトラブルに備え2機1組で飛ぶ。エアフォース1という名称は、正確にはアメリカ大統領が米空軍機に登場した時に用いられるコールサインである。副大統領が登場する時のコールサインはエアフォース2だが、映画ホワイトハウスダウンの中ではエアフォース1とコールされていた。大統領が登場しないフェリー移動の場合、v c 十五のコールサインは、 テールナンバーにちなみ、サム28000、サム29000が使用される。なお、サムは、スペシャルエアーミッションの略大変ではないが、オーバルルーム。大統領寝室民間ファーストクラス同様、1階の前方に位置する。ちょうどソファーがベッドとされているのが確認できる。会議室シークレットサービス用、座席タラップ効果 GVC-25 の基本的。 飛行性能は747から200バイトと同様だが内装にはかなりの変更が施され様々な貨物を乗せていることから定員は国際専用民間機で350人以上のところ70席程度としている。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領人気末期の2008年に入り内装や機能が後日のテレビ番組を通じて公表されるようになったが 安全保障上の問題からすべては情報公開されておらず国家機密の部分も多い。以下に747から200バイトからの主な変更点を挙げる。ラシュモア3上空を飛行中の VC-25 大統領が国外訪問する際には事前に空軍の人間やシークレットサービスの人間が空港の調査をする。空軍の人間は 到着時の機体の位置などを事前に決めたり、補給する燃料のチェックをする。燃料は異物を混入される可能性があるため、指定業者から発注し、他の航空機の燃料とは別に保管する。燃料は保管する前に異物が混入されていないか、抜き打ちチェックをされ、それをクリアしてから保管される。保管される、タンクの蓋には開封防止のタグをかけておき、 もし使用するまでの間にそのタグが一箇所でも取られていたら燃料は使われない。シークレットサービスや空軍の先検体は空港の設備で基準に達していないものがないかをチェックし改善が必要なら空軍機を利用して取り寄せる。また大統領専用リムジン、ビーストや警備に必要な重火器なども事前に訪問地に空軍機で送られ、場合によってはヘリコプターも空輸される。 日本訪問時を主に羽田空港に着陸する。東貨物地区横にある VIP 専用スポットに中期し、特にスケジュールが切迫していない限り、大統領が後期すると横田基地にフェリーして待機する。羽田では、大統領が離日するまで第一第二第三ターミナルの屋外展望デッキも閉鎖されるほか、ターミナル内や連絡駅構内、 周辺鉄道路線のゴミ箱コインロッカーも使用が停止される。VC-25 の対応年数は30年と言われており、2017年にその年を迎えた。対応年数を超えると、パーツの取得が困難になり整備コストも上昇するため、2021年までに後継機を導入することが計画されていた。アメリカ空軍が発表した概要によると、選定条件は、 大陸間の飛行が可能な4発機とされ、これに該当する旅客機は当時、ボーイング747から8とエアバス A380 の2機種で、選考の結果、2015年1月28日にボーイング747から8を後継機に選定した。機材決定後は、内装、システム等の詳細を詰めて、2016年1月29日に、 次期エアホースワンの購入プログラムで、ボーイングトリスク低減活動の契約を締結し、2016年7月15日に、大統領専用機として、適切な設計、回収、試験を行う契約を締結したと発表。なお、購入機数は、VC-25 より1機、多い3機体制で2018年に1号機目の空軍引き渡し、その後アメリカ空軍が、テスト運用。 実証した上で2023年から大統領専用機として運用する計画。なお、第45代米大統領ドナルド・トランプによって奇数や申請するかどうかについてなど、先行きは不透明である。ありがとうございます。